皆様、こんにちは。本日はお忙しい中、株式会社ソラコムの個人投資家向け説明会をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。私は司会を務めます松田智子と申します。本日は株式会社ソラコム代表取締役 CEO の玉川社長にお越しいただいています。この後前半は玉川社長から株式会社ソラコムの 事業概要などをご説明いただきましてその後後半は皆様からお寄せいただきましたご質問にお答えいただきますそれでは玉川社長どうぞよろしくお願いしますただいまご紹介いただきました株式会社ソラコム代表取締役 CEO の玉川健ですこちらが本日のアジェンダです投資家の皆様に当社のことをできるだけわかりやすくご説明させていただきたいと思いますので どうぞよろしくお願いいたします。それではスライドに沿って企業概要からご説明します。ソラコムのビジョンは世界中の人と物をつなげ共鳴する社会へです。ミッションは一言で言うと IoT テクノロジーの民主化です。IoT という言葉もだいぶ一般的になってきたかと思いますが、いわゆるもののインターネットと言われています。IoT は今後も 加速することが予測されておりその環境の中我々ソラコムはお客様が IoT サービスを簡単に創出できるプラットフォームソラコムを提供しています、はい、あの失礼ながらソラコムって何の会社なのかなと思っていたんですけれども IoT の会社なんです、ね、そうなんんでですすねそうよ、はいはい、実はすでに日本の IoT 市場では IoT といえばソラコムと言っていただけるほど IoT 市場でのリーディングポジションを確立しております。 ご説明が前後してしまいますが、ここで私、玉川の自己紹介をさせていただきます。私はもともと IBM の基礎研究所で、ウェアラブルコンピューティングの研究開発を行っておりました。その後、2010年に Amazon ですね、Amazon Data Service Japan に入社して、日本の AWS クラウド事業の立ち上げを行っておりました。2013年頃に、クラウドの次のキーワードとして IoT が出てきたのですが、 その頃はまだお客様もどうやればいいのかという答えがありませんでした。2014年の春頃に Amazon の本社であるシアトルに私が出張した際に私は AWS に在籍しておったんですけれども現在ソラコム CTO の安川も一緒にですねシアトルに行っておった時にですねその夜2人で話していてクラウドがどんどん発達したのでクラウド上で通信の仕組みというのを作ったらうまくできるのではないかという話で 盛りり上がりましてでその夜ですね、あのホテルに帰った後に、えー、時差ボケで寝れなかったのであの仮想のプレスリリースというのを書いたんですね。はい、そのクラウド上で通信コアを作るとで。それで次の日の朝見たらですね、これやってみた方がいいんじゃないかということで、まあ、それがきっかけになってあのソラコムを創業いたしました。えー、創業時からの思いとしては、えー、クラウド、そのクラウドが出てきた時にですね、あの初期投資が大変必要だったサーバーとか、 え、ストレージというものが非常に簡単に時間単位で利用できるようになったので、これがですね、実は今注目されているスタートアップの業界の中で、あの、大きく話題になりまして、アイデアさえあれば、このクラウドを使えばですね、スモールスターとして新しいビジネスが作れると。うん、えそういうふうな、あの、ことになりまして、まあ実は当時ですね、どんどんいろいろなサービスが、え、クラウドによって出てきたんですね。それこそ、ネットフリックスとか、それこそ、 あの、ドロップボックスとか、ウーバーとか、エア BNB とか、今話題になっているような有名なウェブサービスっていうのは、クラウドが出てきたことによって、それを使ってイノベーションを起こしてきたっていう、あのところで、私もそれを間近に見ておりましたので、はい、我々ソラコマはですね、IoT において AWS のようなプラットフォームを作り出してですね、そうすることによって、日本から世界から次々と素晴らしい IoT サービスが生まれてほしいというふうに、 思ってですね、創業時からグローバルプラットフォームを提供しようというふうに考えておりました。現在ですね、そういったソラコムを使っていただいて、実際にいろいろなお客様に素晴らしい IoT サービス、IoT プロダクトを作っていただいているので、本当に嬉しく思っております。はい あの私たちも知るような素晴らしいサービスが AWS の活用によってさまざまな業界で生まれたわけなんですね。ですね。はい、同じようにソラコムからもあらゆる業界で素晴らしいサービスが生まれてきているということですけれども、具体的にどのようなサービスがソラコムを通じて生まれてきているんでしょうか。そうですね。こちら、うんあの、公開の許可をいただいているお客様の事例を一部紹介させていただきたいと思いますが、はい、あの製造業からエネルギー、流通業など、 様々な業界で、企業規模もスタートアップから中小企業、大企業に関わらず、非常に幅広いお客様にご利用いただいています。うん、まず、あの、左上ですね、日ガス様の、これガスメーターですね、うん、それからセコム様の設備の稼働状況確認。 それからあの、ループ、キックボード、かなり今渋谷もいろいろとか走ってますけれども、はい、そちらもですね、ソラコも使っていただいていて、ソラコの通信が入っているので、ループの位置情報やバッテリー情報が皆様アプリからわかるようになってます。はい、それから右上ですね、ヤマト運輸様、あの、ハローライトというあの、スタートアップがあるんですけれども、はい、電球の中にソラコも使っていただいているんですね。電球の中でそうなんですよ。なので、あの、このヤマト運輸さんの黒猫見守りサービス申し込んでいただくと、はい、高齢者様の家の 例えばトイレの電球を変えるだけで、はい、その電球がついたかついてないかってわかるんですね。はい、なので、例えば24時間、その電灯がオンオフが変わらなければ、ご家族に連絡。もしご家族が駆けつけられなければ、ヤマト運営様が代わりに行ってくださるというサービスをあのやっていただいてますね。<ー>はい、中段の三藤様ですね。作業者のウェアラブル端末。 それからミクシー様の子供の見守り端末ですね。あのランドセルの中に入れとけば親がスマホで子供の位置がわかるっていうようなものであったり、それからウェザーニュース様のお天気ライブカメラですね。えー、それから体制建設様の施工管理に使うウェブカメラシステムにも空子もご利用いただいていますで。この下の段、二つの段はですね、実は海外事例になってますけれども、ヨーロッパにおける三菱電機様の空調暖房システムのリモート管理、 それから決済端末通学バスのセキュリティ監視冷蔵庫の温度管理その他さまざまですねペットのトラッキングや遠隔医療などですね海外でもたくさんのお客様事例がありまして全体で300以上の事例を公開しておりますのでこういった業界横断のナレッジの蓄積というのがソラコムの強みになっております。 お客様がですね、このソラコムのプラットフォームをどのように利用いただいて、いろいろな素晴らしいシステムを作られているかというのは、後ほどですね、詳細にご説明させていただきたいと思います。はい、本当に幅広くソラコム様が関わっているってことですよね。はい、ありがとうございます。楽しみにしております。はい、このスライドなんですけれども、ソラコムの IoT プラットフォームでまあ何を提供しているのかということをあのお話ししたいと思います。 えまずですね、具体的にソラコムが提供しているものなんですけれども、左側の IoT デバイス、いわゆるハードウェアですね、通信機器とかセンサー、それからカメラ、こういったもの。それから真ん中の IoT コネクティビティと呼んでおりますが、こちらはですね、通信ですね。そして右側のクラウド。IoT ですね、よくテクノロジーの総合格闘技っていうふうに言われるんですね。こですね。これははい、あの、ハードからクラウド。 通信、セキュリティ、アプリケーションえ、様々なテクノロジーを使いこなさなければいけないと。ソラコムはそういった IoT に必要なものや機能というのを一気通眼で提供しているというのがあの特徴になっております。例えば左側の IoT デバイスではえ我々のパートナー様から200種類以上のデバイスを仕入れてソラコムの IoT ストアというオンラインストアで販売しております。それから真ん中のコネクティビティでは え、携帯電話回線に使われている、あの、いわゆるセルラー通信と言われますけれども、はい、そういったセルラー通信だけでなく、え、LPWA、これはですね、ローパワーワイドエリア、いわゆる、まあ、あの、低消費電力の広域ネットワークというものですね。こういった新しい通信規格であったり、最先端の衛星通信、それからもちろん Wi-Fi 有線などをご利用いただいても、あの、IoT に使えるような、こういったものをお客様のユースケースに応じて、 え、最適な通信プランをいただきあの、選びいただけるようにしています。また、その右側のクラウドですね。え、IoT データを蓄積するデータベースサービスであったり、データを可視化するサービス。それから遠隔監視をしたり、え、最近注目の生成 AI と IoT を組み合わせた機能。こういったものもクラウドサービスとして提供しております。ちなみにですね、あの、我々の収益構造としては、一番左のその IoT デバイス。 これはあのデバイスを買っていただく。しかもあの多くのお客さんが繰り返し買っていただくので、あのインクリメンタル収益という言い方をさせていただきまして、で、真ん中の通信と右のクラウドは毎月お支払いいただくので、リカーリング収益という言い方をさせていただいてますけれども、まあ、いわゆるあのリカーリングはこう安定的に継続するストック収入になりますので、まあ、当社としては あの、もちろんこのリカーリング収益もとても重視しておりまして、足元では売上のこの7割がリカーリング収益と高い比率になっております。はい、次に紹介するスライドが、まあ、あのデータで見るソラコムになりますけれども、この数値データですね、昨年度の2024年3月期の実績ベースでご説明させていただきたいと思います。売上は79億円。 営業利益はすでに黒字化しておりまして、5期連続で黒字を継続しております。回線数は600万回線。毎月サブスクリプションで入ってくる、先ほど言いましたリカーリング収益ですね。こちら年平均30%以上で伸びてきております。次に下の段ですね。我々のプラットフォームは世界中でご利用いただけますので、現在182カ国、それから417の通信キャリア様と提携してカバーしております。 そして、ソラコムの年間の解約率なんですけれども、これは0.3%と非常に低くてですね、うんはい、既存顧客の売上継続率は123%と非常に高い形になっております。これはですね、IoT だと一旦この IoT システムにソラコムの仕組みが組み込まれると、はい、まあなかなか解約されにくいということで、一、うん、社のお客様の、そのお客様が作られた IoT サービスがどんどん、あのまあ 伸びてていくにつれて、えー、とインターネットにつながるデバイスもどんどん増えていってソラコムの利用量も増えてくるので、えー、お客様の、えー、利用単価が上がっていって売上が着実に積み上がっていくというような傾向がありますあの一度使っていただくとあのずっと継続して使っていただけますので我々のリカーリング収益ですね非常に安定した収益となっております、はい、そしてこちらですね IoT の,あの市場規模なんですけれども あの、IoT はですね、今後も二桁成長していく巨大なマーケットになっておりまして、こちら、あの、アナリストの市場規模の予測になっているんですけれども、2026年には1兆ドルですね。えっと、ま、言ってみれば、日本円で言うと150兆円ぐらいになるんですけど、非常に大きなマーケットで、その中に IoT に関わる通信、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、それぞれの領域で大きなマーケットがあります。 ソラコムはこの市場の中で特に日本では IoT 市場のリーダーとして認知されておりますので、この膨大なマーケットに今後アドレスしていける非常に良い立ち位置にいると考えておりますので、ここからさらにしっかりとマーケットシェアを獲得していきたいと考えております。IoT プラットフォームとしてハードウェア、 コネクティビティ、そしてソフトウェアやサービスまで一気通貫で手掛けているということですので、この一部の領域だけがターゲットではなくて、1兆ドル150兆円もの市場規模があるということですよね。そうですね。はい、はい。昨年度の売上が79億円ということですから、これから爆発的に伸びることが期待されますよね。そうですね、はいあの。投資家様のご期待に沿えるように、しっかりとマーケットシェアを獲得していきたいと考えております。 では次にソラコムの競争優位性についてご説明いただきたいと思います。よろししくお願いしま,す、はいえー、まずはですね IoT 業界におけるソラコムのポジショニングからお話しさせていただきたいと思います。こちらの図ですね縦軸が IoT 構築のために提供しているサービスの提供範囲の広さですね。 下が一部分だけ、上がすべて提供しているんですね。それから横軸というのが特定の業界面左が特定の業界に特化してですね、右側が汎用性重視化で区分けしているんですけれども、よくですね、投資家様からも、協業他社はどこですかという質問をいただくんですけれども、こちら見ていただきますと、実は我々のようにですね、IoT に完全に特化していて、はい、なおかつその上側ですね、 え、サービスをエンドトゥエンド、つまりデバイスから通信、何から何まで、しかも業界横断的に提供している会社っていうのはなかなかいなくてですね、IoT 業界の中でも非常にユニークな立ち位置にいるというふうに考えております。もちろんですね、例えばその IoT 向けの通信をやっている会社っていうふうに見ると、他の通信事業者様もそうですし、IoT 向けのデバイスをやっている会社って見ると、まあ、デバイスサプライヤーさんとか、えっと、 IoT 向けのクラウドをやっている会社ですよ。クラウドベンダーさんっていった業者さんが、まあ、ある意味、あの、競合にはなるんですけれども、はい、IoT に必要なサービスを一気通願で、しかも業界またがって、汎用性高く提供する。まあ、我々、ホリゾンタルプラットフォーマーという言い方をしているんですけれども、こういう、ホリゾンタル、水平なプラットフォーマーですね。こういったものは世界的に見ても、なかなかないと考えております。うん これといった競合他社がいないっていうのはすごいことだなというふうに思うんですけれどもなぜそのようううに独特な立ち位置を構築ででできたんでしょうそそすねあの,、うん、その背景にはあの我々の技術的な強みというのがまずあると思いますので、えー、少しその辺りをですねお話しさせていただきたいと思いますが、えー、まずですねあの革新的なクラウドテクノロジーというのを持っていまして一言で言うとソラコムはパブリッククラウド上に独自の モバイルコアシステムを構築したということで、あの業界の中で実はあの結構有名な会社なんですね。で、これまでのあの通信事業者さんというのは、えー、物理データセンターですね。物理的なデータセンターと高額な物理ハードウェア。こういった莫大な設備投資をした上で通信の仕組みをてあの提供されてるんですけれども、我々の仕組みは、もともと私のバックグラウンドもクラウドなんですけれども、クラウド上に自社で作った、内製したソフトウェアとして、 通信の仕組みを構築しているので、その莫大な設備投資がない分、コスト効率が非常に高くて先進的なモデルとなっております。はい、この先進的な技術を80以上の特許で守っているため、なかなか他社様も容易に真似できないような形になっているんですね。なおかつですね、まあ最初にあの、これはあの9年前に実現した仕組みになるんですけれども、はい、このクラウド上のモバイルコアというのをベースにしてですね、IoT に特化して、 えー、我々まあこの自社のソフトウェア自社であの自分たちで持っているのでお客様からのフィードバックをもとに IoT に必要な機能というのをどん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 ずっと作り続けてきたというようなあの経緯がございます現時点で20種類以上のサービスを提供しておりまして我々あのこれよくレゴブロックという言い方をするんですけれども、はい、IoT のためのレゴブロック IoT 通信とかデバイスクラウドソリューション、えー、こういったレゴブロックを提供させていただいているんですね ですので、実はお客様が、あの、例えばガス向けのスマートメーターを作りたいって言ったときに、じゃあ、この通信と、このデバイスと、このクラウドを組み合わせると、<ー>自分で全部作らなくても、こうガチャガチャしだと組み合わせると、お客様が作りたいものが非常に迅速かつ簡単に作れると。同様にして、決済端末や車両管理も必要な、この我々が提供しているレゴブロックを使っていただくと、非常に簡単、迅速に構築できると。 で我々としては、これ、いろいろなお客様に使っていただけるように、このレゴブロックを提供しているので、まあ、ある意味、いろいろなお客様が使える共通部品を開発して提供していると。ですのでえ、お客様ごとにカスタマイズして機能を作っているわけではないので、ある意味、このスケールしやすいビジネスモデル、いろんなお客様に使っていただけるようになっているということですね。 またですね、この我々この通信コアをソフトウェアで持っておりますので、我々のサービスというのはグローバルで使えるというのも強みになっております。このモバイルコアシステム自体はソフトウェアですので、世界中の携帯通信事業者様とあの提携しさえすればですね、そのこのソフトウェアを世界中のクラウドに持っていけば、我々の IoT プラットフォームを世界中に提供することが可能になっているんですね。はい なのであの2年前に北米の通信事業者様、昨年は南米の携帯通信事業者様と連携しておりますので、まあ、それによってどんどんパートナーシップを広げていって、現在は417の通信キャリア、そしてほぼ全世界182の国と地域で、われわれの IoT プラットも利用できるようになっております。ワ、うん、ワールドワイドイでですす、ね、すねねそううありがとうございます、はいまは 社内のエンジニアの方が、はい、IoT プラットフォームのソフトウェアをクラウド上に作っているので非常に安価に回線が提供できますしお客様が欲しい機能もどんどん開発できるさらにグローバル展開も容易に可能ということですね。そうですね。ありがとうございます。まとめていただいて。はい,はい。<laughs> はい。それからですね、ちょっと一つですね、あの最近新しく発表した注目のサービスとしてですね、えー、今話題の生成 AI ですね、それと IoT を組み合わせた ソラコムフラックスというサービスがあります。こちらはですね、これまではこの IoT でデータを集めるということはソラコムによって簡単にできるようになったんですけれども、この集めたデータをいろいろなシステムと連携させて生成 AI も使って何か IoT のサービスを作るというと、お客様自身がですね、高度なプログラミング技術であったりノウハウが必要だったと思うんですよね、はいで。それが自分でできない場合は、例えばその えー、まぁ、あ、sir さんに、え、業務委託をして、アプリケーションを作っていただくっていうようなことをやると思うんですけれども、まあ開発も、も非常にかかってくると。え、このソラコムフラックスを使っていただくと、お客様が自ら簡単かつ迅速に生成 AI を用いた IoT アプリケーションを構築することができるようになっています。ちょっとあの、この、 図の中の上側ですね、フローのような図があると思うんですけれども、これはソラコムフラックスを使ってですね、アプリを作成した時のフロー図ですね。で、これはですね、デバイスからある意味データを取って、それをソラコムフラックスが取り込んで、そしてある生成 AI にデータを分析してもらって、そうすると非常に簡単に何らかのアクションにつなげることができるという、まあそういう全体の流れなんですけれども、例えばどういうところで使えるかということを、 実際にアプリケーションに適用した時のイメージ図が下側ですね。こちら、例えばですけれども、カメラからデータを取り込む。でもしその映像に人が映ってた場合に、はい、その映った画像を生成 AI に投げる。生成 AI にプロンプトで何らかの指示を出す。この人にこういうことが起こってたらこうしてください。でもしそれが本当にそうなった時に、 例えばその現場にある、えー、パトランプと言われますけど、よく工場に置いてあるあの赤いあ、えー、パトランプを光らしたり、はい、もしくは LINE で通知したり、こういう生成 IO を使ったアプリ IoT アプリケーションが簡単に作れるということですね。で、この右下の写真、実はこれですね、えー、日経新聞様に問い上げられたこのソラコムフラックスの記事なんですけれども、この例では倉庫の中でもし作業者さんが倒れていたら、 生成 i が判断して、えー、あの、緊急電話をかけるっていう、うあの、そういうアプリケーションの、えー、我々デモをさせていただいたところが、あの、ニッケ・シムさんに取り上げられて記事になったというところなんですけれども、はい、ちょっとあの、言葉で説明していると分かりにくいところがあるので、まあ本当にイメージとしてですね、あの、このソラコムフラックスを使ったアプリケーション開発の流れっていうのを、あの、デモでお見せしたいと思いますが、このようにウェブの上でポチポチってクリックしていくと、 え、このソラコムフラックスのアプリケーションつける、作れるんですねで。まずカメラ画像を取り込みますっていうのを作って、はい、でそのカメラ画像の中で何か動きがあったら、えー、取り上げてくださいと。で、その動きがあった時に人が検出されたとすると、それを生成 AI に投げます。でいろいろ生成 AI を選べてマイクロソフトとかオープン AI とか選んで、選んだ中で今書いてたんですけど、人がヘルメット被ってなかったら、あの、検出してください。 で、生成 AI が検出したときには、えー、パトランプをつけてください。えー、そして、さらに、LINE にも通知を投げてください。まあ、こういうふうに、ポチ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 を押していきながら、このアプリケーションが作れるんですね。<laughs> 実際にこれでできたので、あのー、倉庫の中で人がいて、あ、これヘルメット被ってないと。はい、そうすると、生成 AI が検知して、パトランプがつくと。で例えばこれ作ったときに、あ、 これができるんだったら、もっと、あの、非常事態も検出しようと。例えば、倉庫で人が倒れた時に、生成 AI で判別してもらって、緊急電話をかけなさいみたいに、すぐにこのアプリケーションを切り替える。まあ、プロンプトを書き換えるってことですね。はい。はい。もし、その、人が倒れたら、電話をかけなさいみたいになったら、これも自動的に電話をかけて、この倉庫監視 AI から電話をかけ つまりこれは、このソラコムフラックスを使っていただくと、いろいろなアイデアが簡単に実現できるんじゃないかと。ちょっとびっくりですそうなんです。これも、あの、はい、実はですね、あの、去年から我々、あの、東大の松尾研究室っていう、あの、生成愛で有名な研究室があるんですけれども、はい、まあ一緒にですね、あの、生成愛と IoT の,あのラボっていうのを作ってきたんですね。うん、で、いろいろな取り組みをやってきた結果、うん ここ半年ぐらいで生成 AI がこうマルチモーダル化つまり画像とかも読み込めるようになって急激に進歩してこういったもともとやりたかったけどなかなかコストかかるね学習に時間かかるねというとことも非常に簡単にできるようになったので、はい、我々早速ですねこのソラコムフラックスという新サービスを作って今お客様に使っていただけるようにしているんですけど、まあ、非常に今注目を浴びていろいろお引き合いをいただいてるいる最新の商品ということですよね。 パイソンや Java といったプログラミング言語を習得していなくても、はい、自分の第一言語でこれがしたいと AI に指示すれば、やりたいことが簡単に実現できるということですよね。ううねはい、しかもソラコムのプラットフォーム上に AI が組み込まれていますので、AI とデータとのつなぎ込みも非常にスムーズにできる。はい、アイディアさえあればやりたいことが簡単にできるようになったということですよね。 私、山登りが趣味なんですけれども、ねはい、山頂に行くまでに何かそこが混んでるかどうかとかを判断して、はいはい、手前に何か穴場がほかにおすすめがありますのできます、ね、それこそ,その、まあ、山頂近くに、まあ、カメラでも何でもいいんですけれども、はいええ、それを置いておいてえ定期的に撮ってそれを生成 AI に投げて生成 AI に例えば。 何人いるとか、何人以上いたら混雑としてお知らせください。でその場合に、例えば、ヤマップっていう山登りのアプリがありますけど、ええそこと連携してヤマップにあの、ね、警告を出すとかも、もちろんできますねいつもご飯の休憩場所を迷うんですよ、ねはいあ。そうですねあどこでご飯食べるかということですね。そそううででですすすねね、はい、可能性無限大さて、ここからは冒頭の企業概要のパートでもお話がありました、お客様事例についてお話しいただきます。 実際にソラコムの IoT プラットフォームをお客様がどのように活用されているのかじっくり伺いたいと思います、はいえー、まずあのご紹介させていただくのが日ガス様のスススマーーートガガメーターですね日ガス様は関東を中心に LP ガスを販売されている会社ですが以前はですねガスの検診は毎月人が訪問して行ってました。またですね気候のの変化などにより想定以上のガスが利用されて ガス月などが発生してしまうリスクがあるので、それに備えてですね、常に余裕を持って、一本ずつ早めの交換をするということをやられてたんですねで。そこでですね、このスマートガスメーターですね、ガスの利用量をリアルタイムで自動検診できるというメーターを設置しまして、これはですね、人手不足問題の解決にもなってますし、需要に合わせたオンデマンド配送による流通コストの大幅な削減にも成功されております。はい はい。この事例の場合ですね、ソラコムからは、デバイス、このガスメーターですね、それからコネクティビティ通信、クラウドのプラットフォームサービスと、まさに一気通貫で提供させていただいております。特徴的なのはですね、この日川様の場合は、シグフォックスと呼ばれるものと、LTM という複数の通信規格を設置場所によって使い分けられているんですね。 ソラコムでは異なる通信規格でも一つのプラットフォームで同じように扱うことができますので、デバイスからお客様のクラウドへ手間をかけることなく、安全にですね、効率的にデータ通信をすることを可能としています。 あの素人なので、もう少し詳しく、はい、教えていただきたいんですけれども、はい、シグフォックスと LTEM という複数の通信規格を同じように扱うというのはそんなに難しいことなんですか。そうですね。まあある意味全然違う通信なので、うん、その LTEM というのは実はこれはですね、4G とか 5G とか聞いたことあると思うんですけど、えーえー、この携帯通信携帯電話回線の規格の一つで IoT に適した、えー、通信規格となっておりまして、えー、KDDI や NTT ドコモといった通信事業者によって設置されている、あの、セルラー通信用の基地局を利用している、えー、通信規格なんですね。あの、非常に電波のカバレッジが広いというか、どこでも繋がるというのが特徴になっています。うん、えシグフォックスというのは、これはあの、あの、一般の方は知らないと思うんですけれども、省電力かつ低価格で IoT にとても相性のいい通信規格。 なんですけれども、うんと、というのもそのバッテリーで非常に長持ちして、通信モジュールが安いっていうのは特徴なんですけれども、データはほんのちょっとしか送れないと。うん、で、またこれはですね、携帯のセルラー通信とは全く別の基地局を使っておりまして、国内ですと、京セラコミュニケーションシステムさんがこのネットワークを提供していると。でもし、あの、サワコも使っていただかな,はない場合というのは、えー、その、あの、それぞれの、例えば LTM だったら、KDI さんとか、 ドコモさんに言ってその通信を購入してーでシ h フォックスだったら京、えー、セラーコミュニケーションシステムさんに言って購入してで違う通信の仕組みなので、えー、違うやり方でつないで,でデータは、えー、と同じところに送りたいのでまたそのつなぎ込みも自分でやらなければあのいけないということで非常に大変なんですけれども、はい、あのソラコも使っていただくと両方簡単に仕入れてでしかも、えー、クラウドに、えー、同じやり方でつなぎ込むことができるというような形になっております。 今の話聞いていると素人でも面倒に感じるんですけれどもうん、うん、その大変な部分をソラコムが肩代わりしてくれているとといううことなんですねそうですねあのクラウド連携の部分というのも非常に評価していただいておりましてあの日ス様の場合は屋,屋外で電源が取れない場所にメーターを置いているので、はい、いかに省電力でバッテリーでデバイスを稼働させるかというのは非常にあの重要になっているんですね。デバイスを省電力で稼働させるためには データを送信するときに非常に小さい容量で、なるべく複雑なことをせずに送るっていうことが必要なんですけれども、すでにソラコムでは、このクラウドに連携するための、あの、簡単にデータを送れサービスというのを、あの、もう提供しておりますので、あの、自社で複雑なシステム開発をしなくても、スピーディーにシンプルにシステム構築を、あの、できること、あの、できましたということで、非常に評価いただいております。うん 先ほど競争優位性のパートでお話しいただいたレゴブロックの、ね、まさにそうですねレゴブロックの一つとしてのクラウド連携というものを提供させていただいておりまして、うん、まあその他にもですねデータの可視化であったりデータの分析遠隔監視セキュリティなどさまざまな機能を提供させていただいているんですけれども、まあ、日ス様の事例の場合だと複数の無線を使っていただいてさらにクラウド連携データ変換といった機能を組み合わせていただいているということですね。 次にあの紹介させていただきたいのが、えー、シェアリングモビリティのループ様ですね。最近だとあの都内でもえたくさんのキックボードが走っているのを見かけるようになってきましたけれども、はい、あのそのループ様に空子も選んでいただいたきっかけというのはあの非常にスモールスタートできるからつまりあの小さく試して 小さく失敗できるという点ですね。あの、ループ様もスタートアップですので、開発当時はですね、資金力というとこの限定的だったと思うんですけれども、ソラコムなら s i m 1枚からご利用いただけるという点をご評価いただいて、採用いただいています。ループ様自身もですね、どんどん拡大されていて、新しいモビリティ、あの、自転車型とかですね、いろいろ開発されているので、<ー>ソラコムの使い方もどんどん進化しておりまして、最近はですね、 クラウドのメンテナンスのために、このデータ送る先を後から切り替えたいという要望もあって、<ー>あの、クラウドの連携サービスを使っていただいたり、またですね、通信事業者さんがですね、あの万が一通信障害が起こった時に、 ループさんのサービスにも影響が出てしまうんですけれども、まあ、ソラコムの SIM 使っていただくと、1枚でも NTT ドコモさんにも、KDI さんにも繋がるという、そのマルチキャリア対応というオプションもありますので、そちらの SIM を、あの、導入いただけるようになりまして、あの、今、ループさんは2万台以上走ってると思うんですけれども、はい、こういった大規模サービスの安定稼働というところにも貢献させていただいております。うん 1>, 1枚の SIM でドコモにも KDDI にもつながるというのはかなり強いですよね。そうですね。そうですねはい、ドコモが通信障害を起こしても KDDI につながるから通信障害の影響を受けにくいということですよね。そうですねまさに、はい、その通りですね、はいはいで。次の事例はですね、あの日本ではなく、えー、海外の事例になるんですけれども、サムアップという非常に著名なスタートアップであのヨーロッパを中心に決済端末を提供している会社ですね。うん このサムアップ様は、デバイスはご自身で作られているんですけれども、デバイスに指すためのシムと回線、クラウドサービスをソラコムから提供させていただいております。サムアップ様は、実は35カ国以上でサービスを展開されているんですけれども、ソラコムがグローバル通信を提供していて、グローバル展開が簡単であるということをですね、ご評価いただいております。ソラコムは今世界中のキャリアと組ませていただいているので、 まあ、ソラコムの SIM1 枚挿しておけばどの国に行っても通信が可能でまたですねまた一つの国でも、えー、複数の通信キャリアさんにつながるので安定したネットワークを提供できるという点もあります。 決済端末ですので、お客様の大切な決済情報という非常にセンシティブなデータを扱うわけなんですけれども、我々ソラコムのプラットフォームサービスはそもそもそのセキュリティのことも考えて作ってますので、非常に安全にデータを転送いただけるようになっております。 先ほどのループ様の事例と同じように、うん、フランスに行ったらフランスの通信キャリア、ドイツに行ったらドイツの通信キャリアといったように、自分でいろんな通信事業者と契約しなくても済むということですよね。まさにそう,うですよね。はい、そしてプラットフォームサービス、インターネットのセキュリティは本当に大事で、あの、私もパソコンやスマホのセキュリティ対策のことを考えると、ちょっと頭が痛くなるんですけれども、そこもしっかりソラコムがサポートしているというのはすごいですよね。そうですね。その IoT のためのセキュリティをもうすでに考えた設計として、 で、プラットフォームを提供させていただいております。はい、はい、で、最後にあの紹介させていただくのは、皆様もよくご存知の天気予報のウェザーニュース様ですねえ。ウェザーニュース様は全国のお客様のご自宅にカメラを設置いただいていてえ、日本全国の各地の天気をアプリの上から確認できるライブカメラというサービスを行っていらっしゃいます。 え、屋外にカメラを設置するので、まあ、非常に耐久性も高くいけないと、ないといけないですし、多数の方に設置いただくので、コストも低く抑えなければいけないという中でですね、え、我々が提供している、え、クラウドカメラサービス、ソラカメですね、耐久性が高くて低価格だということもご評価いただいて、あの、採用いただいてます。え、このカメラサービスですね、え、データを転送、保存というのをクラウドに行えるようになってまして、カメラを設置するだけで,ですね、 簡単にクラウド上に映像を送信することができます。また、ソラコムから API を提供しておりますので、その多数のカメラからの映像を簡単にですね、ライブ配信してウェダーニュース様のアプリに連携できるということも非常に評価いただいています。 あの API なんですけれどもまた素人質問で申し訳ないんですけれどもうそうですね、API ちょっとわかりにくい言葉すみません。<laughs> あの API というのはえっとアプリケーションとかサービスをつなげるためのインターフェースの定義のこと API って言ってるんですけれども、まあそれがあることによってあのプログラムから自動化できるんですね。その IoT においてこの API 必須の技術なんですけれどもというのもたくさんのデバイスを 一気に管理しなければいけないので、その API のようなものがないとこう手作業になってしまうんですよね。<laughs> でウェダーニュースさんの場合でもすでにですね、1500台のこの空亀を運用されてますので、こういった まあ何千台、何万台、時にですね、何百万台というデバイスを扱うことになるので、まあその管理、データの処理ということを API を使えばですね、人手ではなくてですね、プログラムで自動的に一括処理することができるので、この API を備えているというのは非常に重要なあの要素になっていると思います。IoT には絶対なくてはならない機能ですね。そうですね。はいう そうですね今あのご紹介した他にもですねたくさんの事例を当社のホームページでも公開しておりますのでぜひ一度ご覧いただければと思います。はい具体的な事例をお話しいただきましてソラコムがどういうサービスを展開していて何が強みなのか大変理解が深まりました。ありがとうございますさてここからは成長戦略についてお話しいただきます。はい こちらはですねソラコムの成長戦略についてお示ししたスライドですがまずその土台としてですね安定的に伸びていくリカーリング収益の成長がありますこの上によりアップサイドとしてグローバル展開大型案件の獲得戦略的アライアンスや M&A による成長を推進しておりますはい、一つずつお伺いできればと思うんですけれどもまず土台のリカーリング収益の 持続的な成長とといいうううううのはどういうこででしょうかそうですねあのソラコムのビジネスモデルというのは非常にあのユニークだと考えておりまして我々は IoT サースのビジネスモデルと考えていわゆるまあサースですねでも IoT のサースだと。はい、で左の図がですね顧客単位での売上成長のイメージになっておりまして通常ですねお客様は、えー、我々のサービスを使い始めるときに SIM とかデバイスを数枚ウェブから買われて それで試作品を作ります。そしてその後商用化されていくんですねで。商用化していくと、さらにシムやデバイスを継続的にどんどん買い足されていくとで。この全てのフェーズで、このシムやデバイスを買っていただくインクリメンタル収益が継続的に増えますし、買っていただいた分だけリカーリング収益。 毎月お支払う収益も増えていくという、この重ね合わせになっておりまして、右のグラフがですね、すべてのお客様を合わせた四半期の売上推移になっているんですけれども、このグレーのグラフがですね、インクリメンタル収益、水色がリカーリング収益ですね。こう見ていただくと、インクリメンタルの部分っていうのは、お客様へのデバイス納入時期によってこう上がったり下がったりするんですけれども、リカーリング収益は着実に右肩上がりで積み上がっていくと。 このリカーリング収益については、あの実績として、開約率が0.3%で非常に低く、売上継続率、えー、あの先ほど言いましたが、既存のお客様の売上が1年間でどれだけ成長するかという話なんですけれども、123%という数字が出てますので、まあ、あの IoT デバイスに一度組み込まれるとなかなか開約されない。そして、左の図のように、 お客様のビジネスがどんどん伸びるに従って、インクリメンタル収益がどんどん伸びて、またリカーリング収益も積み上がっていくということで、うん、既存のお客様だけで20%超毎年リカーリング収益が成長していくことになります。ここへもちろんですね、新規のお客様も獲得していきますので、リカーリング収益は持続的に30%程度で伸びていくと考えております。うん え何もしなくても少なくても20%は成長できるという、ね、い,ういうことでですすよね素晴らしいです、はい、そこへアップサイドとしてグローバル展開、大型案件の獲得そして戦略的アライアンスや M&A の推進というものを掲げていますけれどもこちらについても聞いてもいいですか、はいえー、先ほどですねあの競争優位性のパートでもお話ししたんですけれどもあのソラコムの特徴として我々のプラットフォームですね世界中でご利用いただけるので現在 3拠点体制ということで日本だけでなくアメリカイギリスにオフィスを構えて現地のお客様にも販売させていただいておりますこの左の図にありますように日本のお客様が実際にグローバル展開することもありますしアメリカイギリスでもそれぞれ現地のチームが現地のお客様に販売してご利用いただいているということでまそれぞれの地域でも事例もたくさん出てきているんですね でそして、えー、右のグラフですね、えー、グローバルの売上ということで言うと、今、会社全体の売上の48.5%。まあ、少しあの円安の影響もありますけれども、えー、あの売上の半分ぐらいグローバルの売上となっておりまして、うん、成長率もですね、前年同期比の42%と高い成長率になっております、はいで。日本の市場規模をもし1とするとですね、あのアメリカって5倍以上の市場規模。 ヨーロッパ4倍ぐらいある巨大マーケットなので、はい、あの、今後も大きく成長すると考えておりまして、引き続き、このグローバル展開にも注力していきたいと考えております。次にですね、大型案件の獲得なんですけれども、先ほどいくつか事例でお話しさせていただいた通りですね、サムアップ様とか日月様などの大型案件ですね、これまで獲得してきましたし、こういったお客様もまだ引き続き伸び続けると。また、モビリティとか空調機、 製造業などのエリアで今後大きく伸びることが見込まれている案件、すでにですね、複数件獲得しています。直近の例で言うと、体制建設様の施工管理のカメラシステムにも、空港もご利用いただいています。これは一つの建設現場で数十台から数百台のカメラを設置してですね、工事計画の進捗、安全品質などを遠隔管理するシステムになっているんですけれども、体制建設様、 国内外で授業を行っておりますので、その多くの建設現場に導入いただければ、かなりの規模になると考えております。これらの案件が進捗するにつれて、毎年数億円のリカーリング収益を生み出す規模になっていきますので、今後もですね、こういった大型案件、継続的に獲得できるように注力していきたいと考えております。次に、あの、戦略的アライアンスですね。 え、主に二つの分野がありまして、一つがですね、ま、日本が世界に誇る産業の、え、一つである自動車業界ですね。で、もう一つが、我々ソラコムの先進的なプラットフォームをですね、え、通信事業者様に OEM 的に提供するといったところに、あの、取り組んでおります。え、こちらはですね、あの、この戦略的アライアンスについては、えっと、まずですね、自動車業界、いわゆるこの、 コネクティッドカーの分野ですけれども、ご存知の通り、KDDI と大手の自動車メーカーとのコネクションというのもありますので、我々 KDI の関連会社ということもありますので、かねてよりですね、KDDI 様と一緒にコネクティッドカー市場に取り組んできているんですけれども、数多くの自動車会社様と一緒にですね、プロジェクトに取り組ませていただいております。それから、3月に上場した際には、 鈴木様にも出資いただいておりまして、協業のプレスリリースもさせていただいています。そして、この7月にはですね、車両管理の IoT サースを提供するキャリオットという会社にですね、出資を発表させていただきました。将来的にですね、何百万といった車がインターネットにつながる非常に大きな市場ですので、ここはですね、しっかりと取り組んでいきたいと考えております。 それから通信事業様向けですね。こちら、あの、我々のプラットフォームを通信事業者に展開する、あの、という、あの、ビジネスになるんですけれども、こちらも実はですね、すでに KDI 様と長く取り組んでおりまして、例えば、KDDI IoT アクセスというですね、KDI 様が提供されている IoT 向けのプラットフォームの裏側で、ソラコムの技術をもうすでに使っていただいているんですね。うん このように、あの、我々、まあ、革新的な技術を、こういった通信事業者様に提供してさせていただくということで、1案件あたりの単価も非常に高いので、まあ、今後、KDI 様だけでなくですね、他のグローバルの通信事業者様にも、このタービス展開というのを進めていきたいと考えております。はい。それぞれの戦略で非常に大きなポテンシャルがあるということがよくわかりました。何もしなくても20%は成長する。そこに加えて、グローバルや大型案件、 コネクテッドカーや通信事業者向けサービスといったアップサイドがあるのでどんどん成長が期待できますよねそうですね、うん、あの特に自動車産業というのは日本のお家芸でもありますので、はい、このコネクテッドカーの領域そしてこのグローバル展開っていうのは我々日本初のプラットフォームとしてしっかりと支えていきたいというふうに思っておりますまたあの自動車以外の製造業も日本強いですよね、うん、でものづくりから DX により付加価値をつけた ことづくりって言われますけれども、はい、ただ物売りではなくてサービスをどんどん売っていく。まあ、こういった進化というのも重要ですので、そこでもソラコムが貢献させていただけるエリアというのは非常に大きいと考えております。はい、そしてですね、こちら、長期的なマージンターゲットをお示ししておりますが、現在進行しております25年3月期の業績予想では、 売上高は前年比で27.7%。特に売上高に占めるリカーリング収益比率というのは1.4ポイント増えて69.3%になると考えておりまして、反感比については当社は昨年度末に上場しましたので、当期については上場に伴い反感比が少し増加した面があるんですけれども、あの、この反感比は今後、売上総利益の成長以外には伸びないと、以上には伸びないと。 考えておりますので、その結果、営業利益もですね、少しずつ成長していくと考えております。長期的にはですね、このマージンターケット、あの、右側に示している通り、リカーリング収益の売上比率は85%。リカーリング収益の方が、インクリメンタル収益よりも利益率が高いので、売上総利益率も成長して65%。販管比は緩やかに増えますが、 その比率というのは35%まで下がっていって、その結果ですね、営業利益率は30%台になるものと考えております。営業利益が30%も出るなんて素晴らしいですよね。具体的に何年後くらいにこれくらいの数字になるんでしょうかそうですね。あの、そこは重要なポイントだと思うんですけれども、あの、現時点では、まあ、利益の成長も大事にしつつも、この広大なマーケットがあるので、そこの売上の年間成長率を 高めていくということにより集中したいと考えております。ですので、直近でもですね、営業利益率は着実に少しずつ改善していくんですけれども、長期的目標の達成に関しては少し長い目で見守っていただければと思っております。 それでは本日最後のセクションですがソラコムの業績についいてご説明お願いします、はい、当社は3月決算のため現在2025年3月期の第一四半期までが終わっている形ですので第一四半期の数値で簡単にご説明いたします。まずですね この左のグラフの売上高ですが、ここ2、3年はですね、2桁台で成長しておりまして、この第一四半期も前年同期比34%増の18.9億円で大幅増収となりました。次にですね、右のグラフが当社が重視しておりますリカーリング収益の成長になりますけれども、着実に右肩上がりで成長を続けていることがわかると思います。この第一四半期は前年同期比で24%増の 15.4億円。売上高の中でのリカーリング比率は81.5%と高くなっております。こちらはですね、我々プロフィタブルグロースと呼んでおりますけれども、つまり利益成長についてのスライドになります。左のグラフの売上総利益は、この第1四半期で11.2億円、前年同期比では26%と大幅増益となっております。 この売上総利益率も年々改善しておりまして、第一四半期は59.2%でした。この理由は、利益率の高いリカーリング収益の売上比率が高まることで、売上総利益率もどんどん改善していきますので、引き続き、リカーリング収益をしっかりと成長させることが大事だと考えております。右側が営業利益の推移です。ここではですね、株式報酬費用とのれん商客を差し引いたノンギャップベースで、 お示ししておりますが、すでにですね、5期連続で営業黒字を継続しておりまして、非常にプロフィタブルなビジネスとなっております。特に23年3月期から24年3月期は700%と利益面でも大きく成長いたしております。25年3月期も30%台での成長を目指している中、第一四半期は前年同期比で31%増と、 えー、順調なな滑りり出しとなりましとまた第一四半期は売上営業利益ともに30%台で成長して好調な滑り出しに、ね、見えますね。はいはい、今期の通期業績予想に対してはどのような進捗なんでしょうか、はいえー、売上高のです、ね、進捗率としては19.1%、えー、これはです、ね、前年度の進捗率よりも高く計画を上回って、えー、進捗しております。 そして当社の重視するリカーリング収益の進捗は22.4%と順調に、あの、堅調にですね、推移しております。売上高については、この、あの、まあ、4分の1も進捗してないじゃないかというふうに思われるかもしれないんですけれども、その売上高のうちのリカーリング収益っていうのは季節性がないものの、そのシムやデバイス販売のインクリメンタル収益っていうのは季節性がありまして、このインクリメンタル収益の形状というのは、 ま、下期変調に見込んでいるため、あの、このような年間での進捗率になっているということですね。で営業利益の進捗率は、ノンギャップベースで10.7%。えー、こちらもですね、売上と同様に、前年同期の進捗率を考えても、遜色なく、えー、順調に進捗していると考えております。えー、次のスライドで、あの、ご説明差し上げようと思うんですけれども、えー、我々のその、 中でも利益率の高いソフトウェア販売ですね。こちらも季節性がありまして、下期に集中することを見込んでいるため、下期で進捗率が上がっていく傾向があります。 通期の進捗率で見ると弱く感じてしまいますけれども、売上利益ともに季節性があるということですね。すねはい。あの、当社の収益構造の季節性について、えー、少し補足させていただきますけれども、こちらがですね、四半期売上高のグラフになるんですけれども、青がリカーリング収益、えー、このグレーがですね、インクリメンタル収益ですね。リカーリング収益、えー、こちらあの、 サブスクリプションベースのものになるので、特に季節性に左右されず推移、推移していく形になるんですけれども、インクリメンタル収益は季節性がありまして、3月決算のクライアントが多いので、予算消化の観点からお客様の納入時期というのが下記に偏りがちになります。そうすると営業利益にも、えー、季節性があり、インクリメンタル収益の中でも特に利益率の高いソフトウェア販売ですね。例えば通信事業者様向けのプラットフォーム販売。こういったものが期末に 偏りがちなことから下期に増益の傾向がありますそのため先ほどの繰り返しになるんですけれども売上高利益ともに通期業績予想に対する伸長という意味だと非常に順調と考えております大変よくわかりましたご説明ありがとうございました さて、ここからは質疑応答に入らせていただきます。事前に頂戴したご質問ですが、ソラコムの事業内容や成長戦略について多くの関心が寄せられました。これらについては先ほど玉川社長に説明いただきましたので、割愛させていただくんですけれども、説明しきれなかった部分へのご質問を紹介させていただきます。では、まず最初の質問です。競合について、 ソラコムと同じことをなぜ他社ではできないのでしょうかという質問になります。そうですね。あの一番冒頭で少しお話しさせていただいたんですけれども、我々の技術非常にユニークで、はい、あのクラウド上で、えー、通信事業のコアあのシステムを作っているということで、まあそこもですね80以上の特許で守っているということで、まあ非常に先進的なサービスになっております。え、はい、それからですね、そのソフトウェアをグローバルの 通信事業者さんと提携してグローバルのあのクラウド上に持っていくことで世界中のキャリアさんと400以上のキャリアさんと提携できていてどん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 進化しているというのも強みになっているというふうに思っております。それからですね、やっぱりあの我々のその自分たちでソフトウェアを持っているということによってお客様のフィードバックを得てどん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 改善してきた。これあの我々えっと。 ペースオブイノベーションという言い方してるんですけれども、創業以降ですね、2週間に一度のペースで新機能の開発どん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 続けているんですね。なので、毎2週間ごとに新しい機能を出し続けているので、まあ言ってみれば、9年前、2015年9月に出たソラコムプラットフォームからもう別物になって、あの、レゴのブロックの種類としてももう20種類以上提供してきてるということで、これはですね、よく業界でその、 あの、ファーストペンギンという言葉があるんですけれども、あ,はい、あの、集団で行動するペンギンの群れがですね、あの、移動するときに、天敵がいるかもしれない海に一番最初に飛び込むペンギンがファーストペンギンなんですね。はいはい、で、飛び込んだときにサメとかいるとリスクがあるんですけれども、サメがいなかった場合はいっぱい魚食べれるっていう、<laughs> あの、まあ、ある意味その、この IoT 業界の中で、我々ファーストペンギンで、クラウド上で通信システムを作るっていう、 ことをまやりましたとでそうするとえいろんな先進的なお客様に使っていただいてフィードバックをいただいてそのフィードバックを元にどん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 作り続けているということをやってきたのでまあ、あの競争力に繋がっているということでまあ、今後もですねえこの他社の追随を許さない存在であり続けたいと思っておりますでまたもう一つですねあの我々このソラコムのクラウドを開始したときに我々が考えていたま予測と言いますかその今後 IoT のサービスはみんなその自社データセンターにデータを貯めるんじゃなくて、クラウドにデータを送るんじゃないかっていうふうに予測したんですね。はい、で、なぜかというと、やっぱりその今後スマホとかタブレットでみんなデータを見るようになるから、だとしたら自社のデータセンターに貯め込むと二度手前になるんですね。ええ、もう最初からクラウドに上げといた方がみんなすぐ見れると。でていったときにソラコムはクラウド上で通信コアを作っているので、クラウド上にデータを貯める仕組みとしてはむちゃくちゃ向いていると。う つまり、ま、業界全体がクラウドに向かっていくので、我々そのための IoT プラットフォームを作ろうということで、ま、こうなるだろうと予測したのが、こう、ま、当たってきているということですね。で最近やはりその生成 AI においても、やっぱりクラウド上にデータ載せておかないと最新の生成 AI 使えないんですね。なので、ま、そういう意味でも、ま、クラウドにデータを連携する IoT プラットフォームとしては非常に、あの、我々の技術力が高けているというのが、あの、競争力につながっているかなというふうに思っております。 では次の質問です先ほどグローバルの売上比率が40%を超えているという話もありました日本のスタートアップで海外に出ていけるというのは素晴らしいと思うんですけれども海外展開についてお考えをお聞かせくださいという質問があります、はい、あの私たちはですね創業当初からグローバルにてあの通用するプラットフォームを作るということを意識して進めてきましたえ2014年に会社を設立したんですけれどもそして2015年に 最初に日本でサービスを立ち上げた。でもその翌年からですね、もうすでにすぐにですね、グローバルのサービス、グローバル IoT シムですね、を出させていただいて、もうかれこれ8年ぐらいは海外展開に取り組んできてるんですね。もちろん海外展開はあの一筋縄ではいかなくてですね、これまでもいろいろな苦労があったんですけれども、あのその中でもまずその日本では、 えー、IoT といえばソラコムっていう認知度がどんどん高まってきていろんなお客様に使っていただけるようになってフィードバックをいただけるようになったで、後で気づいたんですけど日本のお客様っってやっぱり品質にめちゃくちゃゃく厳しいんですそうするとその日本のお客様の厳しい品質で叩かれた我々のサービスこれは B2B 向けのサービスになってなおかつクラウドとセルラー携帯電話回線っていうのは世界表示になっているのでこれそのまま海外に持っていけると。 つまり日本のお客様に鍛えていただいて、それをアメリカやイギリスに売っていく。で、あの、もう一つ、あの、大変だったのは、アメリカ、イギリスの現地チーム、現地営業マーケティングチームを立ち上げるということだったんですけれども、おかげさまでうまく立ち上がってきて、海外でも大型案件を獲得できるようになったので、昨年度においては、まあ、日本の事業の成長率よりも、海外事業の成長率の方が上回っている状況になってきていると。 で、日本のみならですね、海外でも IoT といえばソラコムと言われるように引き続き取り組んでいきたいと考えておりますし、えー、我々の世代の念願ですね、あの、かつて日本の製造業って普通にグローバルで、えー、あのどん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 まあ活躍できたと思うんですけど、えーはい、この IoT、それから通信の時代においては、なかなかこう日本から日本初の、えー、企業、プラットフォームってなかなか出てこれてないと思うんですけれども、うんはい、我々やはりその日本初の グローバルプラットフォームとして、えー、しっかり存在感を出していきたいと考えております。はい。では、次の質問になります。ビジネスのリスクについて教えてくださいということです。そうですね。あの、いくつかリスクがあるというふうに思ってまして、特に、あの、コロナ前後ですね。一時期、その半導体不足というのもあったので、はい、このデバイスとかシムの調達がうまくいかなくて、えー。機械損失につながってしまったということがありました。 ただ現在はですね、あの、在庫というのをより厚く持つことで、こういった機械損失のリスクは回避しようということで、あの、対処できているというふうに思っています。で、他にもあの、リスクとしては、我々のビジネスというのがお客様向けに、この IoT プラットフォームを提供させていただいておりまして、お客様は我々をレゴブロックのように使って、えー、自社サービス、 を作っていただくというビジネスモデルですので、まあ、ある意味そのお客様のビジネスがうまくいくと、我々のビジネスも伸びるんですね。はい。でも逆に言うとそのお客様のビジネスがうまくいくかどうかっていうのは、我々としてはコントロールはできませんので、まあ、ある意味ですね、いろんなお客様に使っていただくことによって、あの、まあ、あ 一社のお客様が、あの、伸びたり、伸びなかったりすることはあるんですけれども、平均して、えー、たくさん使っていただけるっていうようなふうに、あの、しなければいけないということで、まあ、あの、ある意味、そのお客様のビジネスの成長しスピードに依存するというようなリスクがあるんですけれども、まあ、そういったところを解消、あの、対処していくために、特にですね、いろいろなお客様、その、IoT 総合格闘技なので、はい、いろいろ使いこなして、 立ち上げていくっていうのは時間がかかりがちなんですけれども、うん、そういったところをより適切にサポートさせていただけるように、我々その一気通願のサービス提供をより宣伝したり、うん、さらに最近はあのプロフェッショナルサービスといって、お客様がそういった IoT サービスを作るときに、我々コンサルタントが入ってお手伝いさせていただくということもやっております。 では次が最後の質問になります。10年後の売上規模や企業価値についてどのように考えていますか今後の展望と目標を教えてくださいということです。はい、あの先ほどですね成長戦略のところでお話しさせていただきましたがまずその成長の土台として持続的に伸びていくリカーリング収益の成長ですねこれをしっかりと保ちつつさらなる成長のアップサイドとしてグローバル展開大型案件の獲得 戦略的アライアンスや M&A により成長というのを推進していきたいというふうに考えております。売上についてはですね、毎年25%以上成長させていきたいというふうに考えておりますし、特にあのリカーリング収益については30%程度の高い成長を目指したいと考えております。えー、仮にですね、この成長をうまく持続できれば、 10年後には売り上げ10倍以上になるんですね。うん、で、まあ我々成長企業ですので、まあある意味、あの面白いね。既に利益は出してるけど、えー、年間30%ぐらい成長させていきたい成長企業というふうに考えておりまして、はい、あの、そういう意味ですとですね、あの、多くの投資家様に、えっと、PSR、つまりその売上高の何倍の、あの、時価総額がつくかという観点で評価いただいている方が、 あの、多いかなというふうに思ってまして、まあ、あの、s a ズ s 企業で言うと、平均すると5倍。業績のいいところで言うと、その PSR10 倍ぐらいなるっていうことを考えると、まあ、我々の足元のその PSR が、ま、5倍から6倍ぐらいになりますので、まあ、今後ですね、売り上げをしっかりと成長させていく。え、それによってですね、株価についても、え、投資家の皆様の期待に応えていきたいというふうに、え、考えております。え、皆様のあの、ご期待に添えるよう、 しっかりと事業を成長させてまいりますのでぜひ応援のほどよろしくお願いいたしますありがとうございます質疑応答は以上になります株式会社ソラコムの IR サイトでは最新の情報を掲載していますぜひアクセスして投資にご活用ください本日は最後までご覧いただきましてありがとうございましたありがとうございました